というわけで石田治展、皆様どうもこんばんは。ようこそいらっしゃいました。私がプロデューサーの、竹中久です。自己紹介を端からやってください。アシスタントの金子麻里です。はい、どうも。三宅真嗣です。上田正樹です。ピーター京一でございます。まあ、一部はですね、私とアシスタントの金子麻里がですね、司会進行ということで総合司会、はいはいはい、こう石田治を語るという、まあ、そのための今日はですね、まあ、キーボードだけじゃなくて京一さんがですね、関西から代表としてですね、はい、いらっしゃってくれですね、なんか、そうですね、ありがとうございます。いやいやいや、もう今日は石さんがね、うん、あの石さんの好きな人と石さんと一緒にやってきた人が一緒になるいうわけですので、ちょっとこの空気を味わいに来させていただきました、ね。これだけで私もほんま嬉しいて、あのちょっといいですか、しゃべって。私と石さんが、初めて出会ったというのはもう皆さん、大阪の方いてたら分かると思うんですけども、上本町から近鉄線に出ておりまして、生駒に行くとこと、そこからあの分かれてる八尾の、ね、あのこう言うと河内いうところですか、あの素晴らしい、あの足跡はちゃいますってそういうとこございまして、その分かれのところの八尾いう駅がございまして、その八尾に、彼は住んでおりまして、私はそのもっと手前のシティボーイですから、もう少し分かるわ見た感じがシティボーイシティボーイで、どこ違うかな、俺は伏せや俊徳道、俺俊徳道、あそこはね、くあであの記者が通ってね、あのもうええっちゅうねん。ほんで一ちゃんが、初めてね、あの電車の中で大手ギターを持ってはったんです。あの頃上田さんのバンドにいてた。そうそう、多分そうやと思いますね。多分なんか辛い顔して歩いてましたね。すみません、それどのくらい前の話なの。なあなあ、なんでどのくらい前の話なの。これはね、僕あの漫才やってる時ですから、私が19、いや僕はね、全治北京の手品師の後ろについてるんですが、19歳かね、19から23までの間ですね。ということは石山は10代です。僕より10代、10代や。そう、俺はね、一番最初に高校生やった、あいつな、はあったのね。それであいつは高校生で、俺はもうバンドマンでしたけど、それでね、武田和彦さんっていうね、もう大阪のもうそのカリスマ的なジャズのな、ギタリストの音楽教室の生徒さんやったの、志田君。それでそこで知り合って、はい、ほんなバンド紹介言うて、で多分その近鉄線で辛い顔してる時は、はい、多分ねバッドクラブバンドいうのを作ってたのかな、ね、いいバンドです、ね、ベーカーと俺とゆうちゃんと佐藤博士と、そら辛いわね、上田で。そう、あの時に、はい、あのね、お宅のあのバンド、そのお宅のバンド、はいはい、そのベーカードラムと石ちゃんが抜けて、はい、ほんで左の右の方です、こう、まあね、左の方を見るとあの京都のウエストロードブルーズバンドになりました、はいはい、そこで山岸が辛くて、そういうの分かるわ、ね、そやめていってたスローニンがこう揃ってたんですよ。で私は漫才師上がりですからね、みんな漫才師と一緒に何かできるんちゃうかって、まあとりあえずやろうかって作ったバンドがソーバードレビューやな。もうみんなもうね、もうイケイケでしたけどもね。みんなでもこう回ってない、なんか行ったり来たりでね。そうですね。質問、はい、なんでソーバードレビューっていう名前になったの。これはね、私はちょっとアメリカ住んでおりまして、へえ、その時にスラングで、うん、あのめちゃくちゃかっこいいこと、エイメンソーベーメン、関西弁やんそれ。英語ちゃう、当たり、正解、正解。So bad。みんな言うてあったよ、大阪行ったら。で、それと、そのソーバットと。そうそう。それで、うん、そんなこと言うことで、ソーバットいうのをバンドやって、あ、なるほど。やって、その名前を付けようと。その前に、本当はね、これ、あの、もし後で皆さん、あれだ、ね、あの、山岸純史スーパーグループバンドになった。ここのボーカルが砂川いて亡くなったんですけど、砂川くんでね、いてて、そこに僕があのロスから戻ってきてそのバンドをやったということなんですけど、その時マリちゃんとかよく会いましたよね、バックスバンド。そうですね、76年ぐらいです。マリさんもみんな生まれてない頃なんです。
生まれてるわみんな。ボコボコや。そう、まあそういう一社なのね。そうですよね、うん。今日はその空気の中に僕またここ来させてもらって、今日は向こうの方でゆっくり聞かせてもらいますけども、もう本当に一社の男らしい優しい人を思いながらまた自分も思うというところをね。やっぱ八尾の人間のね、僕から言って八尾なんですよ、うん、僕はシティボーイの伏せなんですけど四つ駅ちゃうだけやねんけどということで今日はそのね、ありがとう、ありがとうございます。それでは特別ゲストで、それではここに石田君置いて帰りますので、石田行くん、いや頼む、連れて帰ってくれやもん。石田、石田、いらん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 、ありがとう。北京一さんでした。So bad。そう、so bad。じゃあしんちゃん、しんちゃんはどうなの？はい。僕はそのSo Bad Reviewの、まあ、ファンで、もう中学の時は聞いてました。で、ずっとファンで石田さんのギターと、もうファツゴーインオンとか最初聞いた時ぶったまよって。何を？ファツゴーインオンとか。そんで初詣って言ったよ。いや、そうなんです。初詣聞いてもね、あんまりピンとこないですけど。そうですね。どの辺で石田と一緒にやりだしたの？一緒にやりだしたのはもう20年前ぐらいですかね。ヘモグロビンディオという。ヘモグロビン。ヘモグロビンディオという。変な名前ばっかりやね。なそんな出資やって魔除け。それで石田さんのこうメンバー紹介するときに、うん、僕は美少年って呼ばれてたんですけど、うん、美少年って僕は返しでセックスシンボル、接骨、接骨シンボル、接骨シンボル、おじいさんもおばあさんも大好きです、接骨シンボル。はい、ほんまに降りてくる、降りてくるであんまり言ってると思う。でもまあ最後結構しんちゃん一緒にイシャンってやつだよね。はい、ね、な、残念だね。かわいそうにね。でもやっぱり実は俺とまえちゃんはその73、4年にですね、スモーキーメディスン時代に初めて東京を離れて名古屋でライブに行った時に、まあメインは城山中さんで、で前座に2つあるっつって、でうちとでキーボードのサウスサウスね、名古屋市公会堂、今でもある鶴舞だっけ、公会堂、公会堂、噂で聞いたな、噂で聞いたね、なんか関西のバンドは踊る、そうそうそう、そうだし、ゲッダンって言って、ゲッダン、ゲッダンっていう沈むやな。でも俺そこで石庵と終わった後に初めて、うん、トイレでお手洗いだった、お手洗いだった、そうです、あいつがついてきたの嫌な感じだなと。で当時まだノバ行ってないんで関西弁も分かんなかったんだよくね。ああ、自分らのとこのことよいな言うて、あはい、あはいっつって、で俺生徒ラジオに初めて06って書いて、電話番号でね、それ以来で、そうやな、あの時だから本当に面白いもんで、ちょうど名古屋ってね、東京と大阪のこう真ん中で出会えたっつうの、うん、そう、私もなんていうの、覚えてる、トイレじゃないけど石庵と初めて会って、うん、その時にハッピーソングっていうのをやってたんだよね。ドンドンディナーディー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 ナー東京のバンドちゃうなって言ってる。何十年も言われた。そう、僕らはそんな当たり前だったもんね。そうそう、でも結構石田はなんていうのかな、いつもバンドやると、はい、結構仕切るね、仕切る、こうやってここはこうしよう、ね、どうしようみたいな、バンマス的なとこあるな。だから今回石庵がいないから大変だった。なあ、チャーが全部仕切ってんの。お二人だけなんですよね、魔法でしょ、魔法。本当、俺も書記長だったから常に石庵のくだらないアイデアをこうやって書いて、はい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 それはないよ、それはないよと思って、やろうや、ちゃやろうや、三弦ギターとか大変でしたよ。青コーナーと赤コーナーに分かれて、なんか小次郎となんかこんなこと、武蔵と小次郎がやりました ね、ピックで将棋打ったりね。
そんなんやってたんや。やってましたね。くだらないことが大事だってこういうね。真面目にくだらないことやってて。まあだからそういう意味じゃ最初に多分下北に山岸がこう流れ着いてきたね。うん、多分。多分な。うん。それであいつがだからまあ飛脚のように東京大阪行って。ああな。で噂はキーさんキーボードのことも。そうだね。今日は一応ね、うん、山岸にメールしといた。あうん。うん今日あのやりますってあいつ字読めるようになったねだいぶいけるみたいな、まあ、俺が石庵やったらそう言うなと思ったけど、まあ、絶対そこで今石庵が言ったんだよ今日はあそうか石田の感じをやってんだよねちょっとね軽くねでもそう考えたら石田あれなんちゅうのかなあの結構ほら高校生の時から、うん、手が、うん、もうなんかこうネックを見てると、うん、雲の足みたいなこうベカベカベカみたいなこう言ってビャーッと見てたら雲がなんかこのネックを張ってるみたいなこんな風な感じ感じないでもだからやっぱりズージャー上がりだからやばなズージャーでゴーそうそうあそこが関西と東京のミュージシャンの違いでああな結構その R&B とか黒人音楽聴いてるでしょみんな僕たちはクラシックとねそうですそうですまあいいとこ民謡ですよねまあでも石庵やっぱりいっぱいいい曲残しててそうやなで、まあ、まあキーボードなんかはもう本当にその高校時代の石庵からしてると思うんで、うんまあ、いろんなことを思い出しながらテラテラ今日はライブをやっていきたいと思いますので、まあ別に石庵の曲に関わらずですね、まあ石庵がね、まあ、好きだった音楽も中心にやっていこうかなと思うんですけども、とにかくわがままな人間の集まりなんで、バンマス頑張りますんで、まあこの曲もあれだね急に石庵がやろうって言い出してなんかの曲に似てるじゃんこれ誰だっけバンモリソンこれマーク・ベイドンえマーク・ベイドン作ったのはバンモリソン作ったのは昼間でもバンモリソンって言ってたような気がする昼間でもバンモリソン、ね、夏でもサムクックって言うのいいですよ夏でもサムクックって言ってたよなそんなことを石田が言うてた壁に耳ありクロードチェアリーの言うてたもうそうですよ電気を使ってガスハゾンとかさあそうそう電気使ってんのにガスハゾンとね、なるほどねザーバンドのそんなことはあの人一晩中考えてたんだろうねいや本当に帰って悪かったねっていうのそうそうそう帰って悪かった一番小さい最後はね帰って悪かった、ね、あれ面白かった意外とね意外とねじゃあしんちゃん始めて俺分かんないからよく昼も夜も忘れない
Yes, I do。この腕を長く長く伸ばせば、Kiss and hug, kiss and hug too。紹介するの一人忘れました、バイトのパーカッションマックシビス派遣したいの。ちょっとマック、帽子の表側見せてほしいんだけど。知らないでしょ。バホの時にこいつ言う時にドバホってなってて、で俺らは東京タワーにバで、イシャンが通天閣でホで、でマックは真ん中だから、まあ富士山でいいかって。ありがとう。よく持ってたね。そうそうそう。まあいろんなことやってましたけど。じゃあしんちゃん一曲やってもらいましょうかね。ここはこの曲を選んだ理由なんかはありますかね。これはそうですね、石田さんが清志郎さんが天国行った時に作った歌なんですよね。あ、そうなん、まあ、天国とは限らないんだけどね、みんなどこに行ったんですかどっかにそれでひどいこと言うな、マリあ、それで、はい、その後にライブでやるとみんなお客さんが一緒に歌って、なるほど、はい、そういう歌です。ねえ神様っていう、はい、ねえ神様、あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様、あんた
がへこんでどうするの。ワン、ツー、スイッチャー、ポン。神様あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。さあ元気を出してでかい声で歌おう。最近すっかりあんたの噂聞かないからずらこいたのかい。どこに隠れてんの。ここまでおいでよ。できればこの世界照らして。ねえ神様あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。この世界を救って願い事を叶える。あんたが行方不明。みんな明日を探してる。愛を探している。放置プレイが続く。随分じゃないか。 Everybody now。ねえ神様あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。わからない俺たちが振られたのかい。冷たいね神様。虹の橋を渡って君を探しに行こうか。ちょっと待てよ。そしたら戻ってこれないか。ねえ神様落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。継ぎはぎだらけの心かき集めて大きな声あんたに届きますように。落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。ねえ神様あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。ねえ神様あんたが落ち込んでどうするの。ねえ神様あんたがへこんでどうするの。ねえ神様あんたが落
someone. Can you hear me? Go ahead. どうするの？しんちゃん、なんかキーボーは長いこと一緒と付き合うと思うんだけど、ものすごい長いよ、ね、それでね、お互いね金なかったね、石田が仕事取ってきたんねほんならホストクラブやったの、ま、でホストクラブの箱番やってたんで、俺歌うの嫌やし、それで歌うとったら声が汚いって言われて、それでサックス吹いてた。ああそうやね、テナーサックス。でテナーサックス吹いてたら石田がすごい考えてな、奥様お手をどうぞっていう曲あんのよ。でそれをちゃんとテナー用に B フラットであいつが書いてきて、で俺もブワーって見て、ああこうかみたいな。仕事しますな石田。それでサックスも音が悪いって言われてこれですぐクビになった。多分 2週間ぐらいでクビちゃうから。そう、でも石田はね可愛かったで、もうどのホストよりも石田の方が可愛い。で石田一番人気あったもん。そうですか、ちょっとよく分かんない話。以上です、ありがとうございます。でそれはだけどあれですよね、ホストをやるんじゃなくてホストのバンドや、のバンド、ね、バンドショータイム、ショータイム。石田は水商売がよく似合う人だったからね。そうですか。でもね、石田ってね、一個なんやろ、どこに行っても割と順応できるタイプやったかもしれん。そういうとこでもちゃんとバンマスでやりますみたいな。バンと自分が、俺は石田だぞってことですね。そうそう、いつも出してたのな、石田オーラ。見えてアカデミックで真面目な人だった。そうやな、ほんまに。ほいでね、結構あいつね、なんていうの、楽屋でね、うん、ジャズのこういうフレーズの251みたいな、そんなにをやってたもん、あいつ。それあんまやるからうるさいって言うから、ね、ちょっと練習しすぎ、ね、そう、あの人だからギター一本で枯葉とかやったらうまいよね。いやほんまにうまい。それ還暦の時もね、ね、いやうまいね。エレキ聞かしたらうるさいんだよね。ほんと感じ触る音でも、医者もなんとかしろ、トレブル下げてくれやと。石田聞いてるか、石田聞いてるか。どの口が言ってねえって言ってますよな。でもあれチャートやってる時はお互いアコースティックだった。そうそう、うん、そこはもうお互い邪魔し合いはないようにしようって。まあ俺はキャッチャーなんで。あ、なるほどな、初期長や。初期長です、キャッチャーなんで、あの西山のね、あの感じをこう受け止めて、受け止めよう言うわって今やめてると思うよ。キャパシティがあるな、やっぱ。じゃあな、まあまあそういうわけじゃないんですけどもまあまあまあ、でもね、親友、バーホーじゃなくて親友になったの。そうや、いや俺は友達だと思ったことないんだけど嘘嘘何をしてる。あくまでもコンビの相方でしたからね。あ、なるほどね。まあでもやっぱブラザーでした。あ、そうだそうだ、マネちゃんのシスター。いや、それはわかるわ。じゃあブラザーとシスター、ブラザーさんとシスター。これね、俺のねレコーディングにしたら来てくれたの。あ、そう。俺ね、ほんまはね違う曲を、俺の曲やったんやけど、その代わりにな、うん、俺の曲もやってくれって言われて、ほうほう、交換条件で。交換条件、はい、やりますっていう感じで。なるほど、ちょっと待って、ちょっと待ってや。いいよ、絡んでもうた。絡んでんね人生と一緒やったな。大丈夫です。石田のね、ええ曲やね、これ。でもね、元歌がどんなんか分からへんな。だん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 フェイクしていくから、すいません。あの、いいと思います。以上です。ありがとうございます。ブラザーズ&シスターズ。おや。おや、いや。Yeah, make it one more time, come on. Another. Yeah, yeah, now. Yeah, now. It's the brothers and the sisters. 今日も生きてる世界中に散らばる星屑、今
How are you? 風に乗って君の声が聞こえてくるのさ。 Yes, it's brothers and sisters、 ちっぽけな世界、愛し合ったり傷つけ合ったり、今 How are you? 地球は回る、罪深い女、俺たちを乗せて This is you and me Living this world It's where are you?Genki kai Hey, brothers and sisters Kimi no machi no Sora wa hare tari Naki dashite mitari Ima, how are you? Yeah, yume de miru Haruka kanata noToworld paradise It's brothers and sisters One night out there Hana saku mukatte Itsuka aou yo Ima how are you? Doko ka no machi de Kuchi zusande iru Ishida kiite ru ka?いや自由のメロディー Yes, I'm living this world It's where are you been? Genki kai smancha Everybody don'tBrothers and sisters 太陽の下で夢のかけらをいつも探してる今 How are you? いい時悪い時変わる景色の、yeah. 中にいるかも Hey brothersHey, sister, she said. Hey, and brother, brother. Hey, sister, she said. Hey, and brother, brother. Yeah, yeah, sister, she said. Hey, and brother, brother. Hey, sister, yeah, 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 yeah.ブラザーキーボーシスターマリちゃんブラザーミヤケじゃあ座談会は、ここまでということ で、とりあえず皆さんお開きにしていただきましてです、ねはい、キーボーどうもありがとうしんちゃんありがとうシスター、ありがとうマリちゃん、はい、じゃあありがとうじゃあよもぎと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、長谷川香織です、はい、本田真希です山本さん、はい とはいえ
とはいえ、そう、そうなんです、マリさん今日は石田治の歌を歌うということでですね、はい、石田治天、そうですね、天天、そしてこの後石庵が亡くなったのは7月8日、7日かな、うん、8日かな、だけどその月 の、 末に一人息子の一貫君が結婚式があって、それに歌いに行くって言ってたみたいなんですけど、残念ながら行かれなくなったんで私がこの曲を歌いました。じゃあ聴いてください。I remember ずっと昔子供の頃にママ told me ご飯いっぱい食べなきゃダメよ Come on boy 早くいっぱし男になってママ told me お前の歌うブルースを聴かせて I remember 街の誘惑気をつけなさいママ told me 化粧香水気を引く女Come on boy いつもこの世はお金で動くママ told me だけど魂取られちゃいけない彼女のベイビーは転がる石ころ宝探しの旅に出る彼女のベイビーは大きな赤ん坊たまには今も大きな声で泣く I remember よくないこともたまにはあるさ Mama told me お前のパパも完璧じゃない Come on boy いつか大人になったらきっとママトーフィーお前の歌うブルースで酔わせてベイビーは大きな赤ん坊たまには今も大きな声で泣く I remember ずっと昔子供の頃さママとみご飯いっぱい食べなきゃダメよ Come on boy 早くいっぱし男になってママ told me ギター抱えてブルースを歌ってyou、yeah.
もぎとおっさん、よもぎとおっさん、はい、小森さん、ありがとうございます。本田真希ちゃんと長谷川香織ちゃんとおっさんありがとうございます。マリさん、マリさん、ありがとうございます。石田さんから、ね、いろんなことを教えてもらって、いろんな言葉も教えてもらって、で話してる時にですね、石田さんの口からよく小笠原と聞いていたんですけど、そのね、小笠原にとてもゆかりのある、方、素敵な方を次はお呼びして一緒に、私たち初めて、ね、石田さんのご縁で一緒させてもらうんですけど、お呼びしたいと思います。それではじゃあ、松永のぞみさん、改めまして、松永のぞみと申します。石田さんに師匠とからかわれまして、小笠原の曲をやるのは私がちょっと先輩だったがために、そういうことになってますが、B で兄弟っていう、さっきのブラザー&シスターじゃないですけど、B で兄妹で、何回かライブもやらせていただきました。その時によくやってた、小笠原の、まあ、古い歌の陽気なやつをよもぎの皆さんと、はい、マックさんと、お気楽に行ってみたいと思います。裏目夜明け前、
その小笠原の島と音楽にどっぷりとハマってた時ありましたね。時ね、5人の島という、まあ、イメージアルバムといいますか、小笠原の雇用もやりつつ、石田さんのオリジナルもこう入ったアルバムが、まあ、皆さんご存知だと思いますがありまして、そのタイトル曲の5人の島、その B で兄弟の時はいつも歌わせていただいてました。今日はチャーさん、今日は私を
松永のぞみちゃんでした。それでは、無理を頼んで来てもらったもう一人のゲストです。山崎まさよし君、どうぞ。ここはですね、山崎君にはですね、ちょっとプチバフをやってもらいましょう。あ、マジで。今日皆さんのお手元にあのパンフレットをあのいただいたと思うんですけども、そこに皆さんにですね、今日の、まあ、出演者の人が一言一言書いたりしてるんですけども、私が書いてあるやつは、あれはですね、バフのネタでございまして、ちゃうちゃう、あの A マイナーって書いてあって、てんててんって書いてあったんですね。これはあの石山とよくベンチャーズをですね、メドレーでやってた時代にですね、くだらない考えた、まあ元々は順序順って曲だったんです。
ジュンジュジュンってやつ。真由美ジュン。ジュンジュジュン。吹雪ジュン。ジュンジュジュンジュ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 ン。井上ジュン。モンモンモン。もう考えてきたんだ。虎の門。お。モンモンモン。はい。雷門。お、門。オチはどんな？モン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 。ドラえもん。なるほどね。今日はですね、お題を考えてこいと、言って、山田君、今日サンダルですね。すいません、3キロ圏内なんで。なるほど。カンカカン、緊張感。カンカカン、スピード感。カンカカンカカカカン、すっからかん。じゃあ行きます。いいですよ。そう、その間が大事なの、魔法は。ほな行くで。ピンピピン、ピンピピン、ヘアピン。ジタラジやな。ピンピピン、ネクタイピン。さあどんどん打ち合ろう。ピンピンピピピピン、オットピン。精力剤です。お前説明が必要ないかわかんねえ。まあ魔法にはなれないな。キンキキン、大胸筋。キンキキン、大腿筋。読める。キンキキン、キキキキン、スガイ筋。出ましたね。なかなか女優が多いですね。まあ落とすところはまあそういう、まあ、人間の音は。はい、どうぞ。ジージージー、お本願寺。あ、寺ね。ジージージー、はい、善光寺。やばいしね、善光寺やばい。どうぞ。ジー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 スケベジージー。いいね。なかなかこう社会ネタはね、確かにイシャンは好きなタイプでした。じゃあこれイシャンのネタね。ペンペペン、ボールペン。ペンペペン、サインペン。ペンペペンペペペペン、プノンペン。国ですね。そうなんです。イシャンっぽいでしょ。そうですね。じゃあまだ考えたの。と自民党。なるほど、時事ネタですね。と民主党。とコンペイト。倍味覚党。まあまあやね。まあ一緒やったらまあまあやな。まだまだ自分勉強足りんで。どんどんどん親子丼。どんどんどん中華丼。どん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 どこ丼。まだ三角形。お、三角形。けけけ四角形。オグラ系。まあ皆さん一緒に歌いましょうね。てんててん交差点、てんててん共通点、てんててんてててて石田修点。ここ難しいですからね。てんててん交差点、てんててん共通点、共通点。てんててんててんてんてん石田修点。ここがもうせっかちの。パッてもう一回いくよ。てんててん交差点。お前ハモれよ。てんててん共通点。
おさむてん、もう一回いこう、石田おさむてん、石田おさむてん、石田おさむてん、ハッピネス、ハッピネス、 Thank you。 まあ新しい相方として少しずつ育てますんで、こうなんか支柱っぽいの感じをやめさせようかと思ってね、ほんのりした感じをね、なあこいつやっぱ関西人なんやなってことをそろそろバラそうかと思って、もう一度皆さん大きな拍手で山崎正義。バカアホでバホだったけど何がいい？そうですね、あの牙？牙引きはないか、新牙の牙そう、牙、アホなんですよね、だから石田さん、石田はね、うん、でバーなんですよね、じゃあバーは変えるつもりないですよね、バーそうそう、まあだからそうです、ね、だから木かなと思ったんだけど、木なんですね、木飲むと結構木になるじゃん、お前、そうですね、飲むと木ですね、木違いですよ、言うてないよ俺は言うてないよ俺は、あ、T シャツ着てはりますね、あ嬉しいな、そのバー着てんのね、山崎君と石田修君の、出会いとかありますね、それあるだろうけど、ありますねってまだまだ確かにあります、あります、一番最初にそのあれですよ、日清パワーステーションで、ま、ライブ定期的にやってたんですよ、山崎君が、はいはいはい、アコースティックライブという、うん、それに多分おそらく一番最初の、うん、そのゲストな形で来ていただいたのと、うん、石原、そうですね、一人で、そう、それで二人で、山崎くんのステージに、そうなんですよ、気泡だったのね、じゃあ、それで、そうです それが最初で、でもおそらくバホというかお二方に会ったのが、うん、僕がデビューしてすぐぐらいのチキンジョージやったと思います、ああそこな、それで渡辺克実さんの夢の乱入者って番組、あったあったあった、 あれにね、無理やり出させられてですね、うん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 、それでリハーサルをお二方上からこうずっと見てた、そうそう見てた、なんじゃこいつと思って、そう、それを見て、うん、ビビってたっていう、いやいやもう確か山崎君とさくらちゃんかな、あそうですね、ね、田中もう一人ぐらい新人がいて、うん、やつさんもなんか、ね、ビースーパーステーションとかやつだよねそなんだこいつアコギでスーパーションやってんだと思っていいじゃんいいじゃんちょっと来てこいつおもろいでって俺知ってるよあいつとか言ってこいつ山崎っていうやつやとか言って今のうちに目つんどこうかと思って、ね、そうでもこいつ打たれ強いんですぐ生えてくんだよこうじゃあまあでもじゃあもう意外と15デビューして何年経つ？もう21年目ですね。早いね、はい、じゃあもう結構その頃チキンジョージも20年ぐらい前ってこと？そうですね。そうですか、うん、じゃあ今日は山田君石原の曲1曲歌ってくれ、はい、テンテテン以外でねはいってじゃあ行きますか、はい、あドバホのドなんですそれRolling Stone 罪を忘れて
のひとときに飛ぼう、あとは野に咲くレンゲの花だぜ。振り返ってみても何にも変わりはしないさ、ただハーフマンのように虚しく移ろってた。この世で本当に肝心なのは、素敵な世界にジャンプする勇気だけだよ。もっとクラブロー、ジョイと荷物を下ろせば、ランプに火をつけて揺れる炎とリズムブルース、イマジネーションのそんな船に乗って出かけようぜ。生かした気分のたびに振り返ってみても何にも変わりはしないさ、ただハーフマンのように虚しく移ろってた。この世で本当に肝心なのは、素敵な世界にジャンプする勇気だけだよ。しないさ、ただハーフマンのように虚しく移ろってた。ああこの世で本当に肝心なのは、素敵な世界にジャンプする勇気だけだよ。旅の途中さ、今こうしているのも過ぎてゆくよ。辛くてひどい気持ちも移り変わってるよ。全ての時と場所も流れさすらう最高のハートで、振り返ってみても何にも変わりはしないさ、ただハーフマンのように虚しく移ろってた。この世で本当に肝心なのは、素敵な世界にジャンプする勇気だけだよ。ボートクラブロー、ありがとう山崎君。
真ん中座れよ、うん、石庵の席に座れよ。まあ一部はですね、ここで、終わりでですね、これから、休憩なんですけども、マックさんがどうしても喋りたいことがあると。ないよやめてよ。まあもともと石庵と二人でバホやって、途中からバイトとして入ってきたんですけども。何言ったらいいんですか一番の思い出。一番の思い出、うん、もうじゃあみんなに言います。この人ね、バホのライブが大阪であるっていうんで、前の日電話かかってきたんですよ。でお前何してんの明日。別に何もないけど。来ない明日って言うんですよ。分かるから、大丈夫だから、分かるから。ユシアンと二人でしょ、リズム全然違うんじゃない二人って思ったんですよ。違う俺とユシアン違うリズムがね、全然違う、うん、大丈夫かなと思って。でちょっとマイク離れね、チャージャンこっち、うん、で、石庵がここだったんですよ。で、俺どこセッティングするかって覚えてます？どこだったの？そこ横市だったので、横市なんだけど僕は普通だとお客さんの方向いてこうじゃないですか。はい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 こう向いてやったんですよ。覚えてる覚えてる覚えてる。で、もうガン見、それもな、中之島公会堂ジャガーか違うか、どこ、なんか学園祭、学園祭、あのなんか板並べてその上でやったの。そうか、そう覚えてますよ。ギャラ出したちゃんと。ギャラ覚えてないけどなんか食べさせてくれた。そうそれでいいんだ、ありがとうって。ついていこうと思ったんで途中ね、ちょっと失敗しちゃって。まあまあまあいろんなことはありましたけども、まあとりあえず、本当にマックがいてくれて今日はアコースティック、非常に助かりました。どうもありがとうマック。それではちょっと休憩します。チャーちゃんです。